仕草や話性格昔は照れくさかったけど今は強く感じるよ絆には咲きのくるみは空高く背を伸ばして太陽をさんさん浴びて凛と鳴ってる生まれたこと悔やんだ日もあったけど心から言える言葉がある皆様明けましておめでとうございます、平成26年1月6日月曜日しゃべくりまっしろの時間がやってまいりました、今日は26年度初めてのしゃべくりまっしろっていうんでちょっと噛んでしまいましたですね、はい。今日のまっしろはですね、朝から天気が良くてですね、お日様が照っていいお天気でした。今日のゲストをご紹介いたしますが、児童養護施設まっしろ福祉寮寮長の山岡元幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のお話をお聞きするのはですね、25年12月にですね、天皇誕生日の日にですね、長野県内で唯一五ヶ子金の伝達式がまっしろ福祉寮で行われましてですね、その五ヶ子金のいただいた経過とかですね、式の様子なんかをちょっとお聞きしようかなというふうに思ってますので、ぜひまたご協力お願いいたします。で、今回五ヶ子金の受賞ということで、おめでとうございました。ありがとうございます。で、今回ですね、これちょっと、こういう天皇陛下の方からいただいたということで、これちょっと今までのあれとちょっと違うような感じのね、あれなんですけども、これちょっと読んでみていただいて、あれですかね、今般その事業ご奨励のおぼし召しをもって金一封を、賜りましたから、この旨お伝えいたします。平成25年12月23日宮内庁長官、笠岡範之社会福祉法人湖会児童養護施設まっしろ福祉寮殿と、こういう伝達がありました。福祉寮の全体的なものが写っているんですけどもね、はい、これ入り口のあれですね、はい。で、ここもちょっと見てもらいたいんですけど、福ちゃんっていうんだね、ここのザリガニなんですね、はい。これどういうあれなんですか。これはですね、はい、松代福祉寮のそばには、大日池がありまして、あ、泉があって綺麗、はい、な水が流れてて、うん、もう日常的に田んぼ用水、はい、梅雨の時には道までザリガニが、うん、出てくる、いっぱいいるんですよ、うんうん。で、子供たちが、はい、これかわいいかわいいって言って、はいはい、捕まえちゃ持ってきてという生活環境で、寮のマスコットにしよう、じゃあ名前は子供たちがみんなで、はい、幸せになるように、はい、幸福の福、うん、福ちゃんとつけて、今回ご貸し金いただいて子供たちにも喜んでもらおうと思って、はい、うん、紅白のおまんじゅうを作ったんですけど、そこにもこのスタンプを押して、はい、
あのおまんじゅうの、おまんじゅうの上にね、そのまんま食べれるような。ああ、なるほどですね。寮のマスコットになってます。はい。で、まあ、今回この五花式にというので、この五花式にっては初めて私のも聞く名前なんですけど、これどういうあれなんですかね。はい、これはあのーはい、社会福祉事業を奨励するという意味から、うん、はい、その事業を運営している、はい、まあ、私どもは児童養護施設を運営している優秀な施設に天皇陛下から、うん、はい、貸しされる金印と、こういうふうに聞いておりまして、うん、非常に光栄だと思っております。うんうん、まあ、先ほども言いましたけども、はい、まあ、あのあれですね、県内で唯一って一って書いてありましたしね、はい、だから今回こういう福祉料さんもらったっていうのも本当に嬉しい限りっていう形ですね。はい、で、まあ、これ今回、まあ、一応こういう形で伝達式ありまして、こういう形ですね。はい、で今受けてる、まあ、これ手袋もちゃんとされてあれですね、はい、やっておりますですね。まあ、これこちらが伝達した方なんですかね。こちらどなたですか。これが伝達した福祉事務所長ですね、県の。はい、でこれが理事長、理事長さんね、はい、はい、で山岡さん、はい、まあ、これ職員さん、当日の当日の勤務の勤務の方、ね、職員です。そうですか。はい、わかりました。まあ、これもあのあれですね、こうやって新聞にもちょっと載せていただいてね、こういったところもちょっと見ていただければなと思いますね。まあ、松代福祉寮としては、はい、実は2度目なんです。あ、そうですか。昭和31年に1回もらっているんですけれども、ええ、ああ、うん、今回は2度目で、はい、すけれども、はい、まあ、今回の、はい、受賞理由は、はい、まあ、松代福祉寮はあの、はい、地域小規模施設、はい、まあ、グループホームですけれども、はいはい、これを、まあ、県下にここしか松代福祉しかないんですね。一番最初に開いて、うん、まあ、それは小さな、まあ、いわゆるグループホームですけれども、はい、その家庭的な養護を、はい、推進している施設ということで、うん、はい、まあ、これから国の方針も、はい、そういう形、そういう形になっていくもんですから、うん、はい、そこら辺が、まあ、評価されたと思っております。これがそうなんですね。そうです。はい、これが虹の家のおっしゃってね、1、はい、虹の家の2と、はい、で、まあ、これからの児童養護施設の姿は、はい、こうなっていくと、うん、こうしなさいと、うん、こういうふうに国も県も国を挙げてそういう方針で今進んでおりますので、はい、あ、なるほどね。まあ、その先駆的な取り組みをしているっていうのが、はい、そういった、うん、姿勢を評価していただいた、はい、なるほどですね、ことだと思っております。うん、まあ、こういうこともやっていかなければ今の子どもさんたちっていうのは難しいってことですから、集団でどんどんやるっていうわけにはいかないってことだね。そうですよね。うん、まあ、松代福祉寮昭和27年に開所した、はい、施設ですけれども、はい、ね、うん、当時は、うん、まあ、入ってる子どもたちが、はい、ほとんどその戦災孤児でして、はいはい、子どもたち自身は特に発達障害とか、ええ、何の問題もなかったんです。ただ親がいないというだけで入ってきましたので、たくさんの人間が同じ屋根の下で暮らせば暮らすほど、まあ、言ってみればスケールメリットがあったわけで、特に問題なかったんですけど、今は入ってくる子どもたちは、はい、もうほとんど親がいて、ええ、家庭があって、はい、こういう状況で、しかも虐待を受けた子が、はい、入ってる入所してる子どもの半分以上が虐待を受けた。あ、そうなんですか。とすると心も体も傷ついてますので、それをなんとか立て直すというのが、まあ、私たちの役目になっています。それには、はい、このもう大きな屋根の下で50人60人っていう、そういうのだと、もう集団を動かすことだけに職員の力がいっちゃって、個々に沿った、はいはい、きめ細やかな
その養育っていうのはできなくなっちゃってきてるもんですから、それで養育単位を生活単位を小さくすると、これは全国的な傾向で、全国的にももう大体半数以上が貧弱体になってますので、そういう方向へ向かっていると思ってます。今これ入所者って何歳からあれなんですか？今入所時は制度的には0歳から OK なんですか？ OK なんですよ。0歳から18歳で高校卒業するまでと、こういうふうになっていますけれども、さすがに児童養護施設は乳児院と違いますので、うんうん、0歳児を、うん、っていうノウハウはまだまだないもんですから、うんはいはい、実際には2歳くらいからで、まあ、まあ四六時中に入ってる子でも一番小さい子でも、うん、1歳半くらいな子から高校3年生までおります、うんうん、これあれですかね、現在あの卒園した人たちって結局何名ぐらいいるんですか、これずっと今までやってきて。昭和27年の創立当時の頃は、はい、定員が30名でした。ああなるほど。で今までに大体高校卒業して、はい、退寮する子が5、6人、年度中途で家庭環境が改善されて戻っていく子がやっぱり5、6人、計10人くらいです。年間を通して、年度を通して。あ、はい、で27年から去年までですか、うん、に、退所していった子は全部で約650名、あ、そうですね、はい、おります。それでもたまに顔出すっていう人もいらっしゃるんですか？はい、私たち、まあ、なんていうか苦労の悩みが尽きない仕事をしているもんですから、うんうんうん、はい、退所した子が、うん、先生赤ちゃんできたのってこう抱えてきてくれると嬉しいんですよね。保育士さんなんか見てるとこうやり取りをしている中でうっすら涙を浮かべて喜んでる職員もおります。で最近は特に、まあ、まあ四六時中このご家式のこともあったし、まあいろいろあって最近は特にその大量生が、うん、俺結婚したよとか、あ、来るようになったんですか、2番目の赤ちゃんだよとか、うん、来るようになってきてね。あ、嬉しいね。非常に嬉しいです、うん、これでも山岡さんってこう入って福祉労働入って何年ぐらい経つんですか？年が明けたもんですから14年目に入りました。14年、はい、まあ、すごいね。だからそうするとやっぱりいろんな人とのあれってありますね。そうですね、関わりってのがね。入る前まではそんなにも思ってなかったけど、うん、まあ大変な仕事のところへ入っちゃったなと思ってます、うんうん、なるほど、はい、まあ、でもそういったので少しは自分も安らぐっていう感じはあるじゃないですかね。はい、まあ、うん、苦しい中にもね、うん、やっぱり子供を育てるっていうのは大人の役目ですから、うん、その、まあ、使命感と裏腹の関係で嬉しさもところどころにはあります、うん、ありますか。なるほど、はい、まあ、これ今職員さんって何人いらっしゃるんですか？今28名、28名、ね、これで回してるって、365日回してるってことになるんですか？そうなんですよ、まあ、頑張ってるんですね。28名、まあ、一番年の若いのが短大で保育士を、うん、資格を取って、うん、そのまんま私どもの方へ来てくれた20歳の、あ、そういう人もいらっしゃる。ういういしい、保育士さんからもうベテランでこの道20年とか、うん、あ、一番上が54歳ですか。なるほどね。その28名の職員で、うん、交代制勤務で、うん、まあ、365日、うん、一日も子供がいない日はないもんですから、ないもんだね、はい、うん、みんな苦労してやってもらってます、うん、例えばこういうその何ですかね、養護施設の中のこの職員さんとかね、これ、まあ、運営費みたいなのってのはどうされるですかね？運営費はもともと児童養護社会的な保護を要するこの、はい、仕事っていうのは行政の仕事ですんで、はいはい、国から国が半分、県が半分の措置費という運営費をもらって、それを運営してるっていうことなんで、約年間、まあ、大体2億前後で待ってます。なるほど、はい、まあ、それも全てだもんね。職員のあれからあって運営から始まって、そうなんですね、食べるものから始まって全てなんだね。事業料から、うん、あ、そうか、事業料も、はい、あ、そういうこと、ね、全部ひっくるめて約2億くらいですかね、はい、まあ、そういうのも大変ですわね本当に。
まあ、これまあ一応家庭的なものをやっぱりやってが育てる中で植え付けていくっていうかやらなきゃいけないことですしね、はい、そういった点でも職員さんとも、まあ、大変だと思うんですけどね、山岡さん自身も、はいはい、そういう指導もしなきゃいけない、はい、そういった時ってあれですかね、うん、そうですね、うん、先ほども申し上げたようにその一つのところに子供をたくさんまとめておくと、うん、スケールメリットがありますけれども、うん、小さな単位に今度新しく建てる、うん、まあ、移転新築をするんですけど、8人規模のうちを5軒建てるんですけれども、うん、やっぱり組織がこう分散すると、うん、やっぱりお金もかかるし、そうですね、手間もかかるし、うん、大変さも増しと、うん、こういうことですが、うん、あえてそういうことに挑戦しようということで、うんうん、ね、今職員全部で、うん、これもあれですね、精力的に進めております。すです、ね、はい、こういう形でね、そうです、はい、こんなうちを今年着工です。あ、今年着工、何月から、はい、3月からですか。年度が変わった4月以降になると思いますけども、そういうことでね、はい、はい、今度はずっと広くなるってことですね。そうですね、約8000平米くらいになって、今のところ約3倍くらいに。あ、そうなんですか、はい、これ見るとなんか運動場みたいなのもあるじゃないですか、はい、ここへ、まあ、子どもたちが野球ができるようにバックネットも据え付けて。あ、そうですか、はい、まあ、こういった、まあ、福次郎さんのあれもあるけど、まあ、まあ住民の方もあるし、いろんな企業の方もいろんな応援があるみたいなあれですよね。はい、まあ、私ども28人の職員ができることって知れてますんで、うんうん、まあ、例えば高齢祭、文化祭とか、かかしコンクールとか、はいはい、まあ、さまざまなことを地域の皆さんと一緒にやらせてもらっているんですけれども、はい、通常の運営でも、はい、そのこう床屋さんをボランティアで来ていただく方だとか、はい、昔話を聞かせてくれる、あ、そういう人もいる、ボランティアさんとか、まあ、いろいろな方、まあ、中には資金面の援助をしていただく方とか、あ、はい、うん、まあ、年間にすると100人団体も入りますけど、前後の方々の、まあ、ご支援をもらいながら運営しております。なるほど、ね、はい、非常にありがたいと思います。あ、なるほど、ね、はい、分かりました。あとはあれですかね、こういったその、今まで聞いた中のお話で、まあ、こういった形の賞もっていうかあれをいただけたっていうことも一つのあれなんですかね。はい、まあ、家庭的な養育を推進していくっていうことが表向きの、うん、その理由だと思いますけれども、うん、総合的に、はい、見て、うん、こういうのはどんどん進めていってもらいたいと、はい、こういう評価であろうと思ってまして、うんうん、非常にありがたいなとか、うん、職員の励みになっております。この虹の家ってあるじゃないですか、はいはい、これはこれでそのまんま現行新しくなったとしても続けていくってことなんですかね、はい、虹の家1、2とも、うんうん、本体は、うん、東寄りの昭和寮の横に置きますけれども、はいはい、これはこれで存続で、ね、続けて、だから本体1つ、はい、グループホーム2つと、うん、こういう格好にしたいと思ってます。まあ、はい、ゆくゆくは結局他の施設もこういう形でできればっていう形なんですかね、国の方として見れば。国の示しているのとほとんど同じです。はい、なるほどね。松代区長で10年前から計画してたのが、はい、まあ、言い方が違う、ちょっとおかしいかもしれませんけど、今そのこういうにやれって追い風が吹いてるような感じで、ね、非常に嬉しいと思ってます。あ、なるほどね、はい。あとあれですかね、なんて言ったらいいかな、そのこういうものもあるけど、今度は昭和寮さんってあれ、何でしたっけ、やってる特別養護老人ホームですね。そういったの近く行くっていうことになるんですね、はい、うん、養老で、うまく仲良くやっていきたいと。あ、分かりました。思っております。まあ、一つこういう新しいのできればね、はい、一つの目標にまたできるっていう形でやってみますね、はい。まあ、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
はい、さて三田さん、はい、今日はいい話だったね。いや正月らしくて、そうですか、ね、ありがとうございます。おめでたい話でよかったなんか皮肉言われてる感じ。いやいやいや、そんな私皮肉なんもしませんよ。そんなで皆さん来週は、うん、来週はね、はい、この方、看護師のね永井さん、あ今日ね今ちょっと看護師さんね、うん、看護師さんねちょっと噛んだった、はい、ちょっと今日来ていられて、ね、あそうですか、はい、すいません、いらっしゃい、これまたちょっと、はい、持っていただいて、はい、あ永井さんとありがとうございます。永井さんですかね、フランスベッドで看護師さんのお仕事されてて、はい、ね、それで今あの PTA なんかもされてるんですよね、はい、あの副会長さん、はい、それでなんかそのね、介護で得た知識を、はい、ぜひその地域に取り込みたいということで、はい、今あれですか永井さん、どんなお仕事されてるんですかフランスベッドで。今は軽度のデイサービスで、半日デイサービスといって、午前午後で2時間ずつのデイサービスになります、うん、はい、軽度っていうのは私ぐらいのことですかねあひどい、私のことは重度って言いましたよ。重度っていうのはひどいじゃないですかね、もう、はい、車椅子とか乗ってない方たちですね、はい、あ、はい、俺と同じか、はいはい、はい、ということで、そんな話をね来週はしてもらうんですよね、はい、で楽しい話になりますか。やっぱり楽しくないな、普通ですかね。そうですね、はい、で、はい、その今、フランスベッドで、はい、その介護士さんのお仕事されてて、はい、あこの字違いますね、あの看護じゃなくて介護 ね、 そうですね、ちょっと間違えましたね、はい、今あ、LA 違って言われてましたね、はい、はい、で、そういう今どんな話じゃなくて、あのどんなお仕事で、はい、どこら辺をこう地域に取り込もうと PTA とか地域の方に、ね、まあ考え中か、今ちょっと考え中なので、あそうですか、はいはい、じゃあ、来週までに考えておくということで、はい、はい、お願いします。それでは本当に楽しみですよね、来週がね、はい、わ、はい、かりました。それでは、来週このね綺麗な永井さんが来ていただきましてね、はい、楽しみですね、そっちが楽しみですね、はい、それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに。また見てね。